天皇陛下を助手席に乗せ、愛車カローラ2を運転されているのは、そう、雅子様です。皇族の方が自分で車を運転されるなんて、なかなかイメージが湧きませんね。御用車、御用列車以外にも、皇室の方々はいろいろな乗り物に乗られます。時にはご自身で運転されることもあるのです。皇族の方々は移動でどんな乗り物に乗っているのか、ここで一緒に深掘りしていきましょう。今上陛下の普通とは違う乗り物スタイルもご紹介しますよ。最後までゆっくりご覧くださいね。外務省入省後、イギリス・オックスフォード大学への留学から帰国された後の1990年、雅子さまは通勤のためにブルーグレーのカローラ2を購入されました。価格は当時約140万円。ご成婚が決まった時、雅子さま効果で売り上げが 45% アップしたといわれる人気の車種です。北米担当だった雅子さまは時差の関係で終電に間に合わないことがほとんど、日によっては明け方に帰宅されることもあったのに、翌朝には涼しい顔で出勤され、同僚から大和田さんは一体いつ寝ているのだろうと不思議がられていたそうです。外務省の駐車場に車を止め、オフィスへ入っていく雅子さま。当時はまだ少なかったキャリアウーマンを絵に描いたようなお姿、かっこいいですね。ご成婚にあたり、雅子さまはご実家からご愛用の机や椅子、ドレッサーなどを嫁入り道具としてお持ちになり、その時に愛車カローラ2も皇室入りしています。陛下も雅子さまお越し入れの際、雅子さんのお乗りになっている車をお持ちくださいとおっしゃられたそうです。雅子さまは外交官としてのキャリアに途中で区切りをつけて皇室入りなさっています。身の回りの品々などできるだけ結婚前と変わらないようにという陛下のご配慮だったのでしょう。もしかしたら雅子さま運転のドライブデートを期待されるお気持ちもあったのかもしれませんね。雅子さまは外務省時代、通勤のために首都高を利用されていたほどですから、きっと運転はお上手なのだと思います。ところがご結婚直後には御用地内で路肩に乗り上げ、皇宮護衛官に救出されたこともあったのだとか。首都高をスイスイ走るのとは違って、車線も街灯もない御用地の未舗装の狭い道での運転はかえって難しかったかもしれませんね。カローラ2は今でも皇居内で管理メンテナンスされていて、30年経った今でも現役で活躍しています。それでは皇室の方々が公務などで乗られている車を先にご紹介しましょう。1912年、大正元年、皇室の移動手段が御料馬車から自動車の御料車に変更されました。皇室の車はやっぱり国産と思ってしまいますが、実は公務に使われる専用車は現在は国産車ですが、戦前から戦後しばらくまでは外国車でした。1932年から1935年、昭和7年から10年にかけてドイツから納入されたメルセデス・ベンツ770グローサー、通称赤ベンツ。落ち着きのある綺麗な赤で、この色をため色というそうです。ため色は当時の内務省通達で一般の使用が禁止されていた色です。ため色と黒の2色を金色のラインが引き締めていて、左右のフェンダーの上にある予備タイヤが特徴です。赤ベンツは昭和天皇の戦後の全国巡行にも使われました。当時道路はまだ舗装されておらず、車には冷房もついていませんでした。あまりに暑いので車内に氷を入れて冷やそうとしましたが、すぐに溶けて土ぼこりが入らないようにと窓を閉めていた車内はまるで蒸し風呂のようになったそうです。その後1950年に導入されたのがアメリカのキャデラック。
ご両者は大正時代イギリス車に始まり、日英関係が冷え込んだ時期にベンツなどドイツ車が輸入され、戦後アメリカ車が使われました。その時々の国際関係も感じられて面白いですね。さらに1960年代には再びイギリスのロールスロイスの5両車が導入されます。5両車が国産車となったのはいつ頃からなのでしょうか。1967年、昭和42年、国産の5両車、日産プリンスロイヤルが登場しました。当時の日本車はトラックのいすゞ号を中心に生産されており、日本は皇族が乗るようなリムジンを製造する技術は持っていませんでした。しかし戦後、日本でも自動車の製造技術が発達し、円熟期を迎えた1960年代、5両車の国産化が計画されたのです。そこで選ばれたメーカーがプリンス自動車工業でした。その理由は、当時の皇太子明仁親王が車を好み、特にプリンスから献上された初代スカイラインや2代目グロリアを気に入っていたからだそうです。プリンスのみならず国産メーカー全体にとって5両車を製作できることはとても名誉なことで、メーカーの垣根を越えた開発が行われ、当時の持てる国産技術すべてを費やした5両車が設計されました。5両車の名前はロイヤル。プリンスが開発したのでプリンスロイヤルです。しかし1967年の納入を目前にプリンスは日産と合併。日産がプリンスの5両車開発に敬意を払い、日産プリンスロイヤルが正式名称となりました。日本が自動車工業国になり、天皇陛下の5両車も国産でという機運が高まり導入された車で、堂々とした風格が特徴です。この時の5両車はもうため色ではなく黒塗りです。5両車は沿道の人々を意識してゆっくり走ることが多いため、低速走行の安定性が重視されました。この車はおよそ40年の長きにわたって使われ、次の車にバトンタッチされます。それが2006年、平成18年に導入されたトヨタセンチュリーロイヤルです。両陛下が使われている最も格式の高い5両車です。沿道から両陛下がよく見えるように窓は5センチ大きく作られました。内部はとても広く重厚感があります。品格、落ち着きを兼ね備えていて、国賓を迎えた時にも日本車の素晴らしさをアピールできる素敵な車です。ちなみに5両車を運転する宮内庁職員は五両技官と呼ばれているそうです。正式には五両自動車操縦員。何やら重々しい感じがしますが、今でいうドライバーさんですね。ご成婚パレードでは両陛下はオープンカーに乗って皇居から赤坂御用地までの 4.25km をパレードなさいました。この車はイギリスロールスロイス社のコーニッシュ。上皇様の即位パレードでも使われた車です。天皇旗を立てた五両車の前部には菊の紋章があり、漢字で書いた皇室の皇の字をあしらった銀色の丸いプレート、皇ナンバーがついています。国会の開会式のほか、全国戦没者追悼式、国賓を迎えた時などに使われる格式が最高の車です。一方こちらはたまにお見かけする白いワンボックスカー。公務ではない私的なお出かけの時は5両車ではなく、一般と同じ白ナンバーをつけた車に乗られているのです。昭和から平成にお代替わりした時、当時皇太子であった上皇陛下は専用に開発されたプリンスロイヤルについて、特別な装い感が強く国民との隔たりを生むのではないかとお考えになり、日常の公務で使用する5両車は皇太子時代からの日産プレジデントをそのままご使用になりました。平成以後、大型リムジンタイプの5両車は国家行事や皇室の重要儀式の際に、セダンタイプの5両車は国体へのご出席などの公的なご公務に。
ご静養などの私的行事へは菊の御紋章が取り付けられていない品川ナンバーのセダンタイプと使い分けされています。これは公私の別をはっきりさせたいという上皇陛下の当時のご意向によるものだったそうです。皇室にはマイカーをお持ちの方もいらっしゃいます。例えば上皇様のホンダインテグラ。上皇様は85歳の誕生日を迎えて運転を卒業されましたが、それ以前皇居でテニスコートに向かわれる際などにはご夫妻でこの車に乗られていました。章がつくほどの安全運転だったので、ゆっくりやってくる車があると上皇様の車だとすぐ分かったそうです。運転席に上皇様、助手席に上皇后様が座られ、後部座席にお月が身を縮めて乗っているというちょっと笑える不思議な光景が展開されていたようです。上皇様は同じ車に30年近く乗られ、カーファンの間でこの車は幸せのインテグラと呼ばれていました。超安全運転とはいえ、同じ車に30年も乗り続けるなんて、よほど大事にされていたんでしょうね。ここにも物を大切に使い続ける皇室の方々のお気持ちが垣間見えます。上皇様は運転がお好きだったそうです。免許取得は20歳だった1954年、昭和29年で、その1年後に葉山御用邸から箱根の芦ノ湖まで初めての遠出をなさっています。上皇様は若い頃、当時のプリンス自動車の車を好んで運転されました。自動車を運転した初の皇太子であり、天皇なんです。上皇様の車好きを受け継がれたのは秋篠宮様です。若い頃、フォルクスワーゲンの黄色いビートルに乗られていました。軽井沢で浩宮時代の陛下とこの車でテニスコートに出かけられたこともあります。また新婚当時、紀子様と軽井沢や都内の私的なお出かけでドライブされていた車も黄色いワーゲンでした。那須御用邸では上皇様の運転でご家族でドライブされたこともあるようですよ。一方、天皇陛下の妹の黒田清子さんはご結婚が決まって自動車免許を取得されました。今も皇居や赤坂御用地での行事には自らの運転で出入りなさっているそうです。ところで皇族の方々には戸籍や名字がありません。免許はどうなっているのでしょう。聞いたところによれば、免許証の本籍地の欄には日本国、氏名の欄にはお名前のみが記載されているそうですよ。そしてこれはなんと、昭和天皇がスクーターに乗っています。昭和天皇実録によると、1948年、昭和23年、昭和天皇は当時14歳だった上皇様が暮らす小金井の東宮御家宮所を訪ね、上皇様ご愛用のスクーターに試乗したのだそうです。昭和天皇が乗り物を運転しているって想像もつきませんが、ちょっとドヤ顔なところに親しみを覚えますね。ところで皇室の皆様、運転免許をお持ちのようですが、金城陛下はどうなんでしょうか。いつも雅子様が運転席に座っていらっしゃいますよね。実は陛下は運転免許をお持ちではありません。留学中のオックスフォードでは自転車をご愛用。自転車派なのかもしれません。でも免許がなくても陛下は乗り物がお好きなようです。子どもの頃からいろいろな乗り物を経験されています。例えば1970年、昭和45年の大阪万博では、当時10歳の陛下は世界で初めて大西洋横断単独無着陸飛行に成功したアメリカ人リンドバーグ飛行士の案内でシリウス号の操縦席に乗せてもらっています。また急流滑りのアトラクションに乗り、水しぶきを浴びて大喜びされたり、秋篠宮様とジェットコースターに乗られたり、陛下の後ろで自重もとても楽しそうです。そ
して、ご訪問先のアメリカではご自身でトラクターを運転、飛行機、ウォータースライダー、ジェットコースター、自転車にトラクター、免許がなくても何でもござれな陛下です。小さい頃から新幹線に乗って一人旅などを経験されたからでしょうか、陛下は幼い愛子様にもスイカを使って JR の駅の改札を通って電車に乗る機会や、都内を一般の乗客に混じってバスで回る機会などを作られています。ご同伴の雅子様、なんだか嬉しそう、見ていて微笑ましいですね。単に移動の手段というだけでなく、皇室にとって乗り物は国民の中に入っていく重要なツールでもありました。皇室に自動車が導入されたのは1913年、大正2年で今年で111年。その時々の新しいものを取り入れながらも、長い間同じ車にお乗りになっているところからも、皇室の方々のものを大切に使い続ける姿勢がわかります。そして皇室の乗り物事情は、日本で豊かな車文化、乗り物文化が育まれてきた証拠とも言えるでしょう。私たちも同じように、古いものを大切に守り、良いものは取り入れながら、日本の技術や文化を育んでいきたいですね。皇室あれこれでは、日本の皇室や皇族の方たちのお働きを時代や常識にとらわれず、一般人目線で紹介します。この動画を気に入っていただけたら、いいねをクリック。次のネタが気になったら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。今後の制作の励みになります。また、あんなこと知りたい、こんなことに興味ある、とコメント欄でお知らせいただけたら、今後の制作の参考にさせていただきます。どしどしコメントくださいね。それではまた、次の動画でお会いしましょう。皇室あれこれでした。